過ごしましょう。以上です。まあこれからいろいろ忙しいこととか大変なことがあるかもしれないですけど、二人で末永く仲良くして幸せな家庭を築いてください。はい。はい、乾杯。乾杯。忘れもしない2年前の2020年6月12日、あの時あの場所にいてくれたゆいに感謝しかありません。僕が元気に日々を過ごしているのは、いつも笑顔で支えてくれているゆいのおかげです。この先ずっとずっと幸せだと思ってくれるように、毎日を大切に過ごしていきます。お互いが支え合って最高の夫婦生活を行きましょう。いつも可愛くて笑顔が素敵なゆい、これからもずっとずっとよろしくね。ゆたくん、あの日私を見つけてくれてありがとう。冷たく接してきた私を一生懸命追いかけてくれてありがとう。そして今日私を参加してくれてありがとう。今日から改めて夫婦として家庭を築いていくことになるけど、年をとっても家族が増えてもこれまでと変わらず賑やかに楽しく過ごしていこうね。ゆうたくんと出会えた私は本当に本当に幸せです。大好きだよ。これからもずっとずっとよろしくね。Yeah.
まさかこのような素晴らしい女性に巡り合うとは素晴らしい素晴らしいでした、ゆいさん、そして金沢家の皆様今後ともゆうた並びに戦だけをよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。最後にゆうた、出会いの形はいろいろあると思うけど霞ヶ関で働いててよかったね。いや、出会えない。簡単ではございますけど、お礼のお言葉とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。You and I chasing fly. I wanna see the city light.